ゼルスの大谷翔平投手は29日、フィリーズ戦に先発出場し、5打数3安打2打点をマーク、打点王争いでは1位のタッカーに3点差に迫った。チーム133試合目、今季132イニングを投げてきた投手大谷が規定投球回を割った、規定投球回をクリアした投手だけが記される投手記録から、大谷の名前がなくなった。なお、大谷の132投球回はチームトップで、チームで規定投球回に到達した選手は0に、チームのウィークポイントが改めて浮き彫りとなった。去年ダブル規定を達成しといてよかったわほんまに。大谷のダブル規定達成は今後絶対アンタッチャブルな記録として挙げられる。100年先でも語り継がれるわ。今思えば去年のダブル規定クリアで無理したのがたたって、肘に来たんかもしれんよな。故障したらダブル規定達成がとてつもない快挙やったと改めて実感した。投げたに復活は期待したいが年々ハードルは高くなるからな。今後も二刀流は続けてほしいが無理はしんとってほしいわ。より長く選手で追ってくれ。今シーズンはどこまで記録伸ばせるか楽しみだったけど、これ以上は悪化させず治療に専念してほしい。仮に肘が治って二刀流復活しても、今後ダブル規定達成はかなりの難易度やろうと思う。2週間前にサイヤング賞の可能性も、とかいう記事が出たが今季の可能性が消えただけ。復帰したら取れるから何も心配ない。記録は遅延し通算記録に加算される。それより今後が心配や。手術が必要ならもう今季は出場なしで良いから早めにしてほしいわ。前剣みたいに1年間活躍を見れない方が辛い。大谷の価値はそこじゃない。弱小のエンゼルスを除けばこれ以上言うことない。弱小というより怪我人が多すぎるんやけどな。エンゼルスには大谷以外のイニングイーターがおらんのにそれを一向に改善しようとせん。なんでこれを誰も問わんのや。規定投球回行ってない投手なんかかなりおるし幻じゃない。昨シーズンも規定行ってないトラウトが MVP 候補やったし、ランキングに乗らんくなっただけや。